はい、皆様お疲れ様でーす。お酒の塾上でーす。塾上オブお酒でーす。今回もどうぞよろしくお願いします。相変わらずテンション高めでね、今日も頑張っていこうと思いますでござる。はい、ですね、今回は、軽く一杯132杯目になります。テーマは、広島の日本酒ですね。こちらの方を早速飲んでいきましょう。お酒の種類は清酒、純米吟醸、銘柄龍星、純米吟醸、白ラベル 2015BY、 平成27年度醸造酒。原産地日本、広島県竹原、酒造所藤井酒造。アルコール度数17、酒米山田錦、精米部合 60% になります。はい、この流星っていうのはですね、広島県の竹原のお酒ですね。竹原っていうのは秋の小京都とも呼ばれる別名があってですね、瀬戸内海ですね、瀬戸内海の海に面しておりまして、昔は製塩業でも栄えたというような町みたいですね。今でもね、日本建築が軒を連ねる美しい、町並みとか歴史ある神社仏閣もそのまま姿があるっていうことなんですね。竹原って言ったら、ですね、歴史的に戦国時代がお好きな方だったらわかるんですけど、毛利元就の、息子ですね、三男小早川隆景がこの竹原小早川家にいたんですね。いたと言いますか、そこに養子に行ったんですけど、竹原というとですね、その、毛利元就の三本の矢で有名な、小早川隆景の、養子先っていうんですかね、そこは私は彷彿しますね。はい、それでですね、流星は伝統の酒造りを基本にしてましてですね、原料米の持つ旨味を引き出す純米酒ということでですね、全量純米酒の銘柄になります。でね、酒米山田錦 100% 使用、そしてですね、完全発酵型、いわゆる糖分を完全に発酵するっていうんですかね、酵母によってですね、そういうところがコンセプトにもなってるというふうに言われますね。ですね、流星っていうのはですね、非常に何て言うんですか、伝統的なお酒っていうんですかね、昔からね、有名っていうんですかね、例えばですけどね、明治40年開催の第1回全国清酒品評会に出品したということで、でこれっていうのは日本政府が清酒技術の研鑽と向上を目的に開催した、品評会だ、日本で最初の品評会だったんですけど、そこでですね、流星はなんと最優秀第1位を受賞という、すごいですね。そういうね、伝統的なお酒になっておりますね。こちらなんですけど、ラジオレギュラー出演させていただいております日本飲んだくれナイトで一度ゲストにお越しいただきましてね、ノミネーの、メインパーソナリティのノミネーの、お知り合いということでね、ゲストにお越しいただいたんですけど、社長いらっしゃったんですけど、ものすごいね、紳士的な方でですね、ユーモアに富んでますのでね、本当に男性としても尊敬でできるようなね、方々だったのを記憶しておりますよね。お酒もよく召し上がって強かったですね。確かあれ、何やったっけ、ファミリーレストランかなんかで前打ち合わせするときに、そこからね、グラスワインとかビールとか、もう肌から飲んでた記憶がありますね。で、当然、打ち上げ、収録中も飲んで、そして、打ち上げの時もさらに飲むという、ものすごいね、強かった、強いですね。で、ユーモアに富んで楽しい方だ。そして、紳士的な方と。男性としては憧れるような存在ですね。そのようなね、お酒を今日はちょっと飲んでいこうというふうに思います。楽しみです。はい、では早速、飲んでいきましょう。もういいですね、流星ってかっこいいですね、これね。こちらの、白ラベルなんですけど、もう龍の勢いかっこいいですね。さあ早速飲んでいきましょう。
まあ、今日は、こちらストレート、まあ、ストレートというか常温ですね。常温をこちらにいただきます。よいしょ。はい、では外観を見ていきましょう。ちょっと今日はワイングラスで一回ね試してみます。そうですね、あの淡いグリーンがかったイエローですね。ま、無色透明ではなくてですね、うっすらとね、ほんのりとあのいい色合いがついてますね。そしてですね、まあ、粘性もそこそこ あるのかなっていうところですね。では香りを嗅いでいきましょう。そうですね、あのなんていうんですかね、あのフルーツ、華やかでフルーティーな感じですね。例えばですけど、メロンですとかバナナ、いわゆる吟醸的なあの香りです。吟醸香と呼ばれる香りですね。その系統と、そうですね、あのクリームとかバニラみたいな、あのなんていうんですかね、あの懐かしいあのお米みたいなあのイメージの香りっていうんですかね。その、フルーティーな香りとね、甘やかしい香りがうまいことミックスされててですね、よだれが出そうな、そんなイメージの、香りですね。さあ、早速飲んでいきます。うん。ああ、なるほど。いやあ。甘み酸味、心地よい感じでなんですって。ね、これ、旨味が広がりますね。もう、お米由来と思われる、あの、旨味？ああ、これは、なんていうのかな。イメージとしては、あの、かつおだしとかですね、そういう昆布だしみたいな、そういうだしの味わいっていうんですかね、まったりと柔らかくマイルドな感じが口の中に広がっていきますね。この龍勢っていうのは、食中酒へのこだわりが結構ね、ポイントのお酒なんですけど、食の個性を引き立てる酒。こちらがね、藤井酒造さんのコンセプトっていうことなので、非常にわかりますよね。なんか、なんていうのかな、もうお魚の刺身とかですね、そういうの食べたくなりますよね。あと、よく出汁が効いた、なんていうのかな、煮込みみたいな、煮付けですね、カレーの煮付けとか、まあ、そういうのも食べてみたいような、なんかそれを、このお酒を飲むと、そういうふうに思いますよね。あ、でも俺は、やっぱりお刺身食べたいな。サバ系とかね、青魚系のサンチシミ食べたいと思いますよね。ここにあったら本当は最高なんですけどね。いや、非常にいいですよね。で、アルコール度数17度なんで、ドーンと後から余韻がずっとあの細く長く続いて、アルコールの存在感もありますよね。いやー、これはね、なんていうのかな、落ち着いたお酒っていう感じでいいですよね。非常にね、素晴らしいと思います。はい、そしてですね、日本酒ですので、ちょっとお燗の方をちょっとね、飲んでいこうと思いますので、お燗つけてましたのでね、ちょっと今取ってきますんで、お待ちください。はい、お待たせいたしました。チロリの登場ですね。さあ、それで、ついていきます。あ、いいですね。そう、色ついててね、ちょうどこういうお燗にするとさらにね、魅力を増しますよね。さあ、いただきましょう。いや、日本酒はこれがいいですね。この平杯、ここが平杯ですけど、この杯で飲むっていうのは本当にやめられないですね。あ、なるほどね。香りはですね、熟成した果実に変化しましたね。あとは、お米の甘やかしい匂いがね、広がって、なんていうんですかね、魅力的ですよね。うん。やっぱりあれですね。あ、結構練れた、洗練された苦味がね、ちょっと出てきた感じはするんですけど、さっきもあったんですけど、それが非常にね、心地よく。あ、やっぱりですね、甘みと酸味のバランスもいいんですけど、私はこの先やっぱり旨味がやっぱ秀逸ですよね。もうさ、何回も言いますけど、なんかお魚とか食べたくなるような味わいですよね。食中酒っていうのはよく理解できますね。
優しいですね。後々がトゲトゲしいとか荒々しいっていうのはなくてですね、まあ、なんていうのかな、優しくなんか包まれる感じっていうんですかね、体が喜びを感じるような、そういうたおやかな感じが、なんていうのかな、瀬戸内海を彷彿させるような、日本海の荒波とかじゃなくてですね、穏やかな瀬戸内海を彷彿させるようなね、そういう感の味わいですよね。非常にね、これも秀逸な飲み方、いいですよね。両方ストレートも、ごめんなさい、常温も、おがんも両方いいですよね。はい、そしてですね、純米吟醸っていうこともあるので、ちょっと朝、なんだ、冷やですね、冷やしたものも用意しておりますので、それもちょっと、ね、飲んでいこうと思いますので、ちょっと取ってきますんで、お待ちください。はい、お待たせいたしました。ヒヤの登場です。ヒヤですね。こうやって温度帯を変えてね、飲める楽しみっていうのは日本酒いいですよね。さあ、早速、ヒヤの方を飲んでいきましょう。はい、いただきます。軽く冷やした感じですね。そうですね、やっぱり果実的な感じがね、全面的に出てますよね。冷やすとですね。うん、そうですね、爽やかですね。なんていうのか、酸味が爽やかで爽快ですっきりするって感じ。ただその酸っぱいっていうことではなくてですね、やはりここは全体的にたおやかな、まるで大和なでしこを彷彿させるようなね。まあでも今はあれか、日本の女性の方が気強い人多いんですかね。ちょっとそこは私もわからない世界なんですけど、優しい、たおやかな感じがしてですね、かつての日本女性、今もそうやね。今もそうですけど、日本女性のような優しい感じがしますよね。あ、わかりました。これね、飲み飽きないですよね。スル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 入っていく。この日本酒だけでもね、酒だけでもこれスルスル入っていくので、こんなお刺身とか、そうやなあ、あとお寿司とか、やっぱりお刺身ですね。もうお刺身とこれがあったら、この流星のこの純米吟醸があったら、なんぼでもね、飲んで食べて、ずっと飲み飽きずにですね、進めることができるのかなと思いますよね。いやー、なかなか流星っていうのはすごい銘柄ですよね。非常にね、美味しくいただくことができましたね。ちょっとね、冒頭に戻りますけどね、ここのね、社長はすごいね、いい人ですので、まあみんないい人なんですけどね、なんていうのかな、本当に人柄が出てるような、優しくてね、ユーモア飛んで紳士的。でね、なんていうのかな、それだけではなくてね、いい意味でのね、そのなんていうんですかね、シャープさっていうか、鋭さ、そういうのもお持ちにならない方ですのでね、やっぱりね、そういう方が醸される、まあ、そういう方が管理されて醸されるお酒っていうのは本当にね、いいですよね。で、魅力的なお酒をいただくことができたというふうに思いますね。また、今度、ね、日本飲んだくれナイトのラジオのゲストまだ2回目来てほしいなと思うんで、お越しいただきたいなと思うんですけどね。結構ね、全国飛び回ってはるとは思いますのでね、お忙しい方だと思うので、なかなか時間が合わないかもしれませんけど、もしね、機会があればですね、またいろいろご指導ご鞭撻、あと美味しいお酒のお話とかね、いただくとね、嬉しいなっていうふうには思いますね。ずっとね、この流星やりたかったんですけどね、なかなかちょっとまあ私のなんて言ったらいいのかな、努力不足っていうんですかね、なかなか買いに行こうと思っても、なかなかね、ちょっとお店にちょっと置いてなかったりとかね、そういうのがちょっとしたんですけど、まあインターネットとかで買えるとは思うんですけど、まあ私、極力、なんていうのかな、直で、足運んで買いに行くのは好きな方なんで、お店とかですね。そこでちょっとどんな状態でか見て買うっていうのがあるんですけどね。今回たまたまね、ちょっとね、そういう店頭に置いてたのをちょっと発見しましたので、やっと念願かなったっていう感じでよかったな、というふうに思っております。はい。そうですね、そろそろお時間のようですね。この度もご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。よろしければ次回もご視聴いただければ幸いです。今回は素晴らしいお酒でしたね。流星純米吟醸白ラベル 2015BY をいただきました。
今夜は流星で乾杯。